そして、あのー、なんともう一通ですね、監督から主演の杉崎さんにもお手紙を変えていただいててもう何もですこれいつまた足りなくなるやん、俺 <laughs> えー、もう待ってこれ1通ずつ足りなくなるずっとこれイタチホックになる、杉崎さんえ、泣いてるよ <laughs> え、泣いてる、泣いてるほんとちょっとや,やめて、言わないで、ほん では、えー、杉崎花さん改めて大役お疲れ様でした撮影が終わってからもこの映画のことを盛り上げるために試写や映画祭、宣伝会議、取材やキャンペーンなど一緒に歩んでくださりありがとうございました本当に一生の宝物になりました杉崎さんが一校を引き受けてくださったからこの映画はここまで大きくなれたのだと確信していますはい、そして今更ですが杉崎さんに 謝らなければいけないことがあります,何,す何度も取材で記事になってしまったオファーの手紙ですが実はあの手紙を僕は書いていません<え>というわけではなく僕の手書きではないという意味です僕は字があの得意ではないので <laughs> 字のきれいな知人に代筆していただいていたんですなかなか言い出せずにここまで来てしまい <laughs> 本当にごめんなさい でも <laughs> 気持ちと言葉は本物です信じてください <laughs> またこの手紙は正真正銘僕が書いています粗末な筆跡ですがご容赦くださいさてこれからもっと日本を代表する女優さんになっていかれると思いますが僕も負けずにいつかまた一緒に映画の旅ができるように頑張っていこうと思います、えー、本当に杉崎さんに一子を託してよかったですこれからもよろしくお願いします寺明博あり <laughs> お渡しいただきましょうか。大変します。ありがとうございます。え泣いてるじゃないですか。誰かハンカチください。ありますか。あります。大丈夫です。大丈夫です。ティッシュはありみたい。大丈夫。泣くと思ってても、ニュされてる。あ、そういうこと。あれ、多分袖にあった。 ね、あのたぶん用意してなかったんじゃないかと <laughs> 用意が素晴らしい <laughs> 杉崎さん、あのはい、今、監督、ある告白もされましたけれども<は>感想としては、ね、お手紙いかがでしたい,やあのいただいたときに本当に達筆な方だなと思っていたんですけど <laughs> まさか別の方が代筆されていると思いませんでしたがでも本当になんかあの監督の。 作品に対する熱量でしたり関わる人たちを信じて一緒に映画を作っていこうとされる姿勢にすごくこう、うん、影響を受けるものがあってとても嬉しかったです、ありがとうございますさん、本作が、まあ、映画単独初主演ということになりますが改めて昨日公開を迎えてお気持ちいかがでしょうか。いやもう 嬉しいです本当にもうその言葉しかないんですけどあのー、昨日ちょっと監督の T ーチーンがここで会って、あのー、空席を見つけたので行こうかなと思って見てきて、あのー、終わった後にパンフレットをたくさんの方々が買ってくださっていて監督のサインをもらうためにこう列をなしているところを見て本当に なんかもう言葉にできないような幸福に包まれました初日一緒にご覧になってたんですねここで、はい、見てました <laughs> そうなんですね監督はお気づきになってましたいや全然あのー、そのパンフレットのサイン終わったら気づきました <laughs> だから多分あの並んでた方も気づいてないと思うんですよねすごい消してましたね <laughs> 存在をいやいやいやむしろあの手が上がらなかったらもう私が手を挙げて 皆さんに本当にありがとうございますってもう言いたい気持ちでいっぱいだったんですけども、もぐっとこらえて、ああでも、はい、自分には目もうメモをくれず、もう監督にサインをもらうっていう、<laughs> もうその思いでいっぱいになってる姿も嬉しくて、g i n d a もたくさん、はい、昨日も出たというふうに伺っておりますけれども。